様、いつもご視聴していただきありがとうございます。気になるニュースを紹介しています。かずみです。お隣さんの国はよく日本を模倣したりしますよね。商品、サービス、技術に農作物、アニメや映画などのコンテンツなどもちょくちょく話題になっています。そして今日本で大いに話題になっているのが K室K夫妻ですよね。あれ、 K がお名前に2つもついていて、おやおや、もやもやってなりましたが、お隣さんもこの話題にあやかろうとしてなのか、ムン大統領への追及でも模倣していましたのでご紹介します。記事のタイトル、ムン大統領の娘、大統領府に居住しています。野党親チャンスも違法はありません。K国メディアの記事を紹介します。ムン大統領の娘ダヘ氏が昨年末にタイから入国し、1年近く子供と大統領府官邸で過ごしているというメディア報道に対し、野党は8日、大統領の娘のパパチャンスと批判した。野党国民の力のホ・ウンア主席報道官はこの日、論評を出し、大統領の執務と住居、外賓接見などのため国民の税金で運営される大統領府、未成年者でもない大統領の家族が一緒に暮らしていることをどう説明すべきかと問い返した。続いてムン大統領は2020年12月末基準の財産内訳を申告した際、ダヘさんとその息子の財産内訳について独立政権維持という名目で告知拒否した26回に及ぶ不動産対策で国民を苦痛に追い込んだ現政権だが、いざ大統領の家族さえ得た答えは親のチャンスだったようだと批判した。2018年、ダヘさんは夫名義のソウル市チョンノグクギドンの高級住宅を売ってタイに移住しました。その後19年、ソウルヨンドゥンポグヤンピョンドンの多世帯住宅を約7億6000万ウォンで購入し、今年初頭約9億ウォンで販売したという。一方、ムン大統領の側近であるインケンエー・ユン・ゴンヨン民主党議員は自身のフェイスブックに、いつから親子が一緒に暮らすことがチャンスになったのかとし、しかし今は両親と一緒に暮らすことにケチをつけると反論した。苦しい言い訳ですね。被害者面はさすがとしか言えません。青瓦台関係者は、大統領とその家族に関する事項は大統領等の警護に関する法律の警護安全上具体的に確認することは難しいとしながらも、家族の警護及び居住と関連して法令に違反したり不適切な事項はないと明らかにしたと伝えています。ムン大統領の娘家族がタイの K国大統領府官邸で暮らしているのに野党が言及、ロイヤルチートならぬ大統領の娘のパパチャンスと言ってしれっと娘家族のタイでの待遇と不動産売却で得た所得を疑問視したっていう記事でしたね。青瓦台政府はセキュリティを強調していましたが、この点はまさに日本の K室K夫妻の現状を疑問視する日本の話題、宮内庁そのものですよね。あれ、ちょっと強引だったかな。とはいえ日本との話のレベルが違うので、まさに模倣した格好だと感じたのですが、国民の税金で当人の安全を確保しているのは明らか。その使い方に対しては全く良い感情は湧いてきませんよね。どこかの半島の国民性がにじみ出ているのではないでしょうか。疑問視しちゃいました。思わず K室さんに対しての話に変わってしまいましたが、明らかに税金で生活しているのを黙って見ていろって土台無理な話です。 K室さんは本当に今後どうされるのでしょうか。気になるのですが、かずみの趣旨に反するのでここまでにしますね。それでは K国の反応を紹介します。結婚した子供が大統領執務室である大統領府の同居は極めて異例のことです。さらに異例なのは、大国籍を持つタイ人が大統領府に1年も住んでいたということです。これは K国タイ両国の歴史に永遠に残ることです。親子が一緒に暮らすのが問題ではなく、結婚して分家した子供が家を売って両親の家に居候するのが問題。その上、青瓦台は国民の税金で大統領がいる官邸なのに、そこに娘が孫まで連れてきて暮らすのが本当なのか。
その上、何が問題なのかという民主党と問い詰めると呆れるばかりです。仮に現政権が他の政権だったら果たして何と言っただろうか。家族全員の乞食根性が最高です。おかしくなったみたいです。本当に不動産失敗、ワクチン確保失敗、対北政策失敗、要素数判断ミス、失敗だらけの息子や娘まで、庶民に降りかかるべき税金を湯水のように吸い込んでいる。ありえない。先日、海兵隊司令官の支度に娘がいると大騒ぎしておいて、大丈夫なことを大げさに騒ぎましたね。とにかく、警告は終わりですね。国民の税金で運営される大統領府で、寄生虫のようにくっついて暮らすのは、本当に卑怯なんです。いかがですか？警告では、来年の大統領選挙で盛り上がっているのが、メインになっているのですが、このような話題で、着々と大統領包囲網を形成しています。来年の今頃はムン大統領はどうなっているのでしょうか？フラグが立ちまくっているので、塀の中ぐらいでは、到底許されないレベル。日本的な言い方をすれば、首を洗って待っていろって状態でしょうか？皆さんはどう思いますか？コメントで教えていただけると、嬉しいです。今回の動画は以上です。面白いと思っていただけたら、チャンネル登録、高評価の応援をお願いします。それでは、また次回、お会いしましょう。